はいどうも皆さんこんにちは。ITeens Lab です。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画です。新しいシリーズでですね、マイクロビットでのプログラミングという話についてやっていきたいと思います。マイクロビットでプログラミングをしながらどんどんちょっと賢くなってみようぜっていう話なんですが、今回はですね、変数ということについてやっていきたいと思います。プログラミングっていうことを考えると、変数っていう考え方すごくやるんですよね。で、小学校の方はおそらく知らないかな。中学生とか行くとですね、x、y とかですね、変数みたいな話が出てくると思うんですが、まあちょっと算数で数学でやるやつとは違いはするんですが、まあほぼ似てます。はい。で、それのプログラムをちょっと勉強していきましょうか。でですね、今回はカウントダウンのプログラムを使って変数のお勉強をしてみます。で、このマイクロビットのここの画面に54321と、カウントダウンされるプログラムを、ちょっと作ってみるっていうのをまずやりますね。はい。基本からこの数を表示ってやつをいきやして、これをですね、まあ、54321なんで、5個入れるわけですね。はい。このように右クリックで複製して、まあ、5個入れると。はい。そしたら一番上にですね、5を入れます。で、これ実はですね、タブで次のマスに移動できるんで、3って打ってタブ。で、消して2打ってタブ。で、1ですね。はい。こんな感じでサクサクっと入力できるかと思います。はい。とすると、ここに54321と、はい。お見事。カウントダウンのプログラムができました。で、ただですね、これちょっと考えてみると、これ100からのカウントダウンとかを考えるとするじゃないですか。100秒数えようぜみたいな感じですね。で、するとこれ100個入れなきゃいけないんですよ。で、ものすごく大変だと。で、そういうことしたくないので、そういう時に変数っていうのを使うとすごく便利だよっていう話をしてみますね。はい。ちょっと一旦これどかしますね。はい。で、変数っていうのがここにあるので、変数のところをクリックします。で、最初何もないんですが、変数を追加するっていうのをクリックするんですね。で、変数に名前を付けます。まあ何でもいいんですが、カウントにしておきましょうかね。はい、カウント。っていうふうにすると、できました。はい。ここに変数が出来上がるんですね。カウントっていう変数ができましたよ。で、それをどうこうするっていうのがですね、ここに出てくると。で、一回行ってみましょうか。このカウントっていうのを持ってってみて、この丸い形はですね、丸い穴にはまります。はい。で、変数をごめんなさい、数を表示、カウントって感じですね。で、最初はですね、多分変数0になってると思うんで、0が表示されます。で、この最初だけのところに、どうしましょうかね。カウントの中身を1にする。はい。で、すると、表示が1になります。これはですね、変数っていうのは、まあ、よく箱に例えられます。一つ、カウントっていう名前の箱を今作ったんですね。で、ここで最初に、その箱には1を入れときますと。で、その箱の中身を取り出しますってことですね。1が入っている箱から、数を表示、その箱の中身を表示してくださいっていうことなので、1が表示されると。なので、これを2にすれば、自然と数字は2になりますね。はい、で、今、カウントの箱の中に2が入ったんで、表示するとき、その箱の中から、数字を取ってくると。なので、今2が出ると。はい、というわけで、ここを例えば100にしてあげれば、ですね、100が出てくるんですね。はい。で、この変数の便利なのが、まあ、こうやって変数いじくれるわけですよ。なので、1回100を表示した後に、マイナス1。はい。変数カウントの中身をマイナス1してあげるわけですね。で、それ最初100が表示され、次に99が表示され、ほんで98になってっていうことで、どんどん1ずつ減っていくんですね。これにしてれば、さっきみたいに100個、ブロックを並べる必要もないですし、これを1000にしたり1万にしたりですね、とんでもない大きい数字にしたりとか、1ずつ減らすんじゃなくて、例えばこれを5ずつ減らすとかいうこともできちゃうわけですね。はい。このような感じです。100から次95でしょうね。はい、95になると。で、このようなことができるのですごく変数というのが便利ですということです。おそらくですね、ゲームのプログラムで例えば点数とかですね、相手のこう、ライフの残りとかですね、なんだろうな、レベルアップとか、例えばそういう数字をこう、入れ替えていくときっていうのは、この変数っていうものを使うようになっているはずです。はい。なので、おそらく小中学生の皆さんでもこの変数という概念を覚えておくと、かなりいいプログラムが組めるんじゃないでしょうか。じゃあ今回はここまで。ありがとうございました。